ダニエル・イ・ロバートソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナー・ディーの軍アップランド出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のミルフォーキー・ブルワーズ参加所属。愛称は、D ・ロブ。2012年の MLB ドラフト一巡滅違法で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビュー。 A-9 バーモントレイクモンスターズでもプレーし、2球団合計で55試合に出場して打率、241、5本塁打、30打点、3盗塁を記録した。2013年は、A 級ベロイトスナッパーズでプレーし、101試合に出場して、打率、277、9本塁打、46打点、1盗塁を記録した。2014年は、 AQ ストックトンポーツでプレーし、百三十二試合に出場して打率。三百十十五本塁打六十打点、四盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。二千十五年に一月十日に、ベン・ゾブリスとユネル・エスコバートのトレードで、ジョン・ジェイソ、ブーグ・パウエルと共にタンパベイ・レイズへ移籍した。この年は、 参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レイズと AA 級、モンゴメリー・ビスケッツでプレイし、2球団合計で82試合に出場して打率。274本塁打、41打点、3盗塁を記録した。オフには2年連続でアリゾナ・フォールリーグに参加し、再びメサ・ソーラーソックスに所属した。2016年はトリプル A 級ダラムブルズでプレイし、 118試合に出場して打率2595本類が43打点に投塁を記録した。オフの11月18日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年はメジャーの開幕ロースター入りを果たし4月4日のニューヨークヤンキース戦にて8番指名打者で先発出場して メジャーデビュー。この日は4打スームアンダで途中で指名打者を解除して遊撃手の守備についた。4月7日のトロントブルージェイズ戦でメジャー初アンダを放った。この年メジャーでは75試合に出場して打率。206、5本塁打、19打点、1盗塁を記録した。2018年はブラッドミラーとジョーイ・ウェンドルと共に プラトーンシステムとして起用されるように開幕を二類手として迎えた。4月22日に地震初の1試合4安打を記録した。6月25日にジョーイ・ウェンドルが二類手として起用されることが多くなってきたことから地震初の左翼手としての守備機会があった。7月9日のデトロイトタイガース戦でブレインハーディから 自身初となるサヨナラアンダを放ち、チームは10から9で勝利した。7月22日のマイアミマーリンズのカイルバラクローから自身初となるサヨナラ満塁本塁打を放ち、チームは6から4で勝利した。チームのフランチャイズの選手としては初めてだった。試合が終わった90分後に10代の入院患者を驚かせた。ロバートソンはその経験に感動し、 あの部屋の中を歩いた時の彼の顔の興奮と喜びを見るためだけに絶対に忘れられないものになると話した。8月3日に2類以上で激しくスライディングをした、家庭で親指を故障した。試合からの離脱を余儀なくされ、MRI で検査をしてみると、左親指が捻挫していたため、故障者リストに入った。手術した結果、シーズン復帰は絶望的だったため、 二千十八年シーズンの出場は終わった。レギュラーシーズンでは打率二百六十二、出塁率三百八十二、長打率四百十五、9本塁打点六フェルで怪我をした当時はチームで最高の成績だった。守備としては三十九試合を二塁手として二十九試合を遊撃手として十九試合を三塁手として四試合を 左翼手として出場した。2020年8月18日に DF となった。2020年8月23日に後日発表選手と金銭とのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年1月21日にミルウォーキーブルワーズと90万ドルの単年契約を結んだ。7月7日に DF となり、13日にマイナー契約で参加の AA、A、級ナッシュビルサウンズへ配属された。ありがとうございます。